では今年も忘年会を始めます。イエーイ。せーの、乾杯。もう飲んでみた。せっかくだから。ああ、お腹すいた。うん。はい、食べるときはいただきます。いただきます。スイカさん、バスパン食べます。バスパン食べます。手間豆食べようと思って。パパ食べます。いただきます。最近ね、ちゃんと手振るようになってね。そう、美味しい。あ、ここに寝て。なんかこれ空っぽだからね、食べちゃダメだよ。うん。お尻が映ってる。なんでお尻が映ってるの。おもちゃを求めてね、行っちゃったから。旅に出たんだよ、ゲーマー。なあ、忘年会ってなんだっけ。嫌なことを聞く。一年の嫌なことを忘れちゃうかい。いてない。マオさ、今年嫌なことあった？お皿取り買ったり。やらない。誰にやられるの？やっぱそこか。今年はいっぱい喧嘩したね。喧嘩？嫌なことあった？今年。トマト。トマト、うん、今年はイヤイヤ期が大変だったね。あの人も気持ちの自覚あったね。まさかの。レンガの顔からお尻が生えてる。お尻？さっきお尻好きだな、あなた。お尻ブルブル。幼稚園でいろいろ CM。 幼稚園児だな、うん、ここさ、来たことあるの覚えてる？なんだかんだ3年連続できてるんでしょ。3年連続。12月はね、いっぱいお酒が飲めてね、楽しいんだよ。魚は今日食べない。食べそうだ。なめろになるの。これは食べる、食べる。なめろう好きなの？食べたことあったっけ？まあでもマオは食べれるから。うん、お野菜は私とってあげるから食べな。うん。わ、エンカがもうお野菜食べ終わるぞ。キュウリ食べれるの？卵美味しい。いいよ、上手にお願いできたね。ね。え、あ、はい、座って危ないよ。座ってください。興奮しないで。ちゃんとちゃんとテーブルちょっと座らないと。ゲームがやってきた。自由にさせれるっていいよね。ゲンマが楽しんでるもん。すごい。今日次は何食べるの？それなくなった卵。卵準備しようかね。去年も結構食べてる。うん、そうそう。ちょっとポケモン取ってある。あ、ちっちゃい。あ、ちっちゃいね。プーして食べよう。プーってできる？もうないけど。もう前回もう食べるお魚。うん、うん、美味しかったね。あ、食べる。そう、この魚シーシャーモっていうの。ペパーマ。シーシャーモ、卵入りだよ。ただ。うん。フルして、あちっちだから。ママ。卵。はい、じゃあ座ってください。パーマシーシャーモ食べる？うん。あ、自分で取る。じゃあお皿取る？お皿。ここに取ってあげる。あ、自分で取る？うん。あ、じゃあ卵。噛み合わない。卵も取ってあげる。だんだんね、食べ物に寄ってきて。何欲しいの？卵？はい、どうぞ。これ、すごい柔らかい。卵？うん。欲しいってこと？うん。しらすとお豆腐も食べよっか。はい。はい、パパ、2杯目いただきます。まあ、箸の方がいいんじゃない？無理やり手でいったね。ほら、手汚れちゃった。ありがとう。どこか、こっちの方が取りやすかった。確かに。
パパがいっぱいほぐしてくれたよ。やった骨、多分ないと思うけど、あったら気をつけて。気をつけて食べてみて。パパもほっぺ食べる？パパほぐしてくれたけど。食べない。残しておいてあげるよ。偉そう。妹がもっと食べるって言うかもしれないから。これ食べる？いいよ。これ硬いから、これは手で食べた方がいいな。うん、これ食べたことある。それなんだっけ？覚えてない。エイヒレ。エイヒレ？うん。これ何？わからない。そう、ホッケ。いいよ。あ、おいしそう。どうぞ。本当にホッケすぐなくなるじゃん。なくなっちゃうね。うん。ママ。何？今日ね、幼稚園のさ、おちゃんさ、いつも遊ぼうって言ってきてる。よかったじゃん。好きでしょ？好きだけど、その友達もいるんだよ。ママ。何？餅つけさ。うん。今日やったよ。餅つけ？できた？うん。5回ずつ。バトントントンしたの。重いじゃん。お相撲さんも一緒に手伝ってくれた。あ、そうだそうだ、お相撲さん来るって書いてあったね。お相撲さんどうだった？優しかった。うん、よかったね。体は大きかった？うん。どれぐらい？パパの手伸ばしたくらい。2メーター超えるぞ。でお相撲さんが一緒にやってくれたんだ。うん、よかったね。お相撲さんいっぱい来たの？うん。何人？二人だけ。相撲さんじゃ大変だ。全員分の持つき5回ずつ手伝うんでしょ。何個なのかな。重労働。どうだ。もう食べたの？あ、レンカもこれ食べてみる。ママ卵焼き。いいよ。これ食べる。さあレンカ、じゃあこれね。これ。はい。よ。パパと太陽がちゃんと座ってて、うん、危ないよ。掘りごたつだから落ちたら大変。そうだよ。急にいなくなっちゃった。最近声でかいな。赤ちゃん。赤ちゃんって呼ぶんじゃないよ。可愛いから赤ちゃんって呼びたいんだって。一回最初ママに口拭いてもらえな。そうだね。ママお姉さん。最近すごい人気だ。子供たちにまさかみたいに。これから酒飲みに行かせて。よかったじゃん。4年後は楽しいじゃん。二十歳でその酒。お酒は楽しいだよ。まだ。ほぼ、レンカ一人です。じゃあ、何杯目でしょうか？3杯目。ちょっと覚えてるね。あ、ママもエイヒレ食べたいな。いいよ。ありがとう。エイヒレ食べるの時間かかるから、いいじゃん。もっと頼んどくか。うん。いや、力とさ、食べ過ぎちゃうから。いいよ、エイヒレだったら。パーティーでしょ？そうだね。顎が強くなる。でまあ、おーい。待って出てくる。ちょっと辛い。これ。あ、なめろ？うん、これ辛くないよ。これしかない。レンカさん、食べ物に寄りすぎてますよ。こっち。ホッケとエイヒレどっち？こっち、こっち。あ、でまあ、取ってあげて。あ、レンカもらったら？あげた。どうだ、これ。しかも。まあ、でも餅つき初めてだったんじゃない？いいな、見てみたかったな、どんな風にやってる。レンカは今日お昼ご飯何食べた？ヒヨコ。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 ヒヨコ食べた。怖い怖い。そんなはずないと思うぞ。サイトもね、なんか食いしん坊だもんね、ちゃんとくれるからね。マイルもじゃ。あ、ふかけ散らすね。最近な、ゲンマも食いしん坊だからな。そうなんだよ、食欲がすごいんだよ。あ、まあ、やばいやばい、お腹がテーブルに乗ってる。隠せ隠せ。そんなに出てた？乗ってた、ほんとに。卵焼き。卵焼き？もっと食べたい？頼もうか、卵焼き。2つ頼んだんだけどね。これ食べる。あ、何もちょっとないよ。今じゃ大根おろし食べれる？あー、食べたい。おいや、おじゃん、入れる。あるよ。大惨事。おいちゃん、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 おいち
じゃあ、前回2人で分けて食べて。ちょっと危ないから。あ、でもそうそう、お腹空いたかな？ね、空いたかもしんない。ありがとう。しっかり食べてる。うん、しっかり食べてるね。みんなこれ楽しそう。本当だ、ね、遊園地が映ってるね。遊園地ね、また行きたいけど、ママにさ、ちょっとビビってあんまり乗らなかったんだよ。結構ね、怖がりだよね。ディズニーランドでもあんまり乗らなかった。だから俺があのカルビの海賊に先乗せちゃった。まあ、会員はそこにある。ママ、海賊さ、ちょっと怖かったんだよ。ごめんね。マオちゃん。4番目だよ。あ、すぐなくなっちゃうよね。パパ、飲みすぎに気をつけてね。わかりました。こっちから食べて。なんで？違うか。5人家族で子供3人で来てさ、卵焼き3つ食べる。パパ、ビールの泡がどんどんなくなってる。ありがとうございます。これ食べるじゃん、これ。いいよ。ね、興奮しすぎ。じゃあ座ってください。何その顔。座って。4歳半ぐらいで、まあ中枢が木の下でいるのね。オッケーオッケー。終わりが見える。どう、お腹いっぱい？うん。遊ぶ？うん。じゃあ食べやったら？こっちがお腹いっぱい。はーい、じゃあママ、バイバーイ。バイバイ。バイバイ。なんかママ遊ぶってどうする？遊びたいね。なんかどうする？この食べる？食べる。というかもうそこじゃなくてもセンター行っていい。センターセンターで米をひたすら食う。ママ今日なんか美味しかったんだよ。お餅お餅。あ、今日お餅お餅だった？うん。つきたてのお餅食べたんだ。なんかゲマと一緒に遊んだりして。いいよ。前回ほら遊ぶんだったらごちそうさまして。はい。寂しそうな背中が。ほら。なんかどうする遊ぶ？遊ばない。あ、箸持ったままそっち行かないよ。メンバー。いいだろ。だからなんかご飯片付けるね。遊ぶんだったら。じゃそれ食べ終わったらごちそうさましようか。ね。今する。でママにちょうだいそれ。遊ぶ？ママにこれちょうだい。遊ぼっか。食べるの？じゃあごちそうさましたいんで。あ、ええか。じゃあごちそうさましてここでいいから。せーの。食べ終わったら。あ、なんだなんだ。食べるの？ダメよおもちゃは。はい。遊びながら食べませんよ。おまむね。おまむね。なんだ。なんか遊ばないで。自由だなあいつは。あ、我らはちょっとこれからゆっくり、うん、食べましょう。バイバイ。あ